日の一日は礼拝堂でのお祈りと神父様、シスターのお話から始まる。主への感謝、敬愛の心を持って伝統あるアリス川学院の生徒として過ごしていく。優しくて穏やかで平和な日常、変わらない。ううん、変わるはずのなかった毎日だけど、みんなとリリカルリリーとして活動することを決めたあの日から、私たちの周りはたくさん変化していって、私、すみません、失礼しますわ。はるなちゃん、実はこれからリリリリのミーティングがありますの。ですので、みゆうさんをお連れしてよろしいですか？え、でも今日は。はい、その際はぜひ。それではみゆうさん、行きましょう。あ、うん。あの、はるなちゃん、今日リリリリで集まる日だっけ？私、聖歌隊の練習があって。いいえ、今日はリリリリの集まりはありません。え、でも。あのままでは人も集まって、みゆうさんが練習に遅刻してしまうかと思いまして。あんなに嬉しそうにしている皆さんの頼みをみゆうさんは断れないでしょ。みゆうさんは天使のようにお優しい方ですから。天使なんてそんなことないよ。でも春菜ちゃん気づいてたんだ、ありがとう。 D4 フェスが終わってから話しかけられることがますます多くなって、でもそれだけリリリリを好きだと思ってくれてるってことだから嬉しい。同感です。ですが今も時々不思議な気分になるんです。まさか私たちがこうやって DJ として活動することになるなんて。うん、今もまるで夢みたい。でももう D4 フェス以上にすごいことなんて。みゆうちゃんとはるなちゃん発見なのーい。みーこさん、くるみさん、はしたないですよ、そんなに走っては。そんなこと気にしてる場合じゃないの。お父さんがお迎えの人のスマホに電話してきてね。なんと DJ アニメのオーディション。アニメの曲作りに協力してほしくて、そのオーディションに D4 フェスに参加したユニットを呼びたいんだって。そこにリリリリも選ばれたの、すごい。早くみんなに知らせなきゃって帰ろうとしてたのに戻ってきちゃったよ。しかしくるみさんのお父様はどこでそのお話をお聞きになられたんですか？私のお父さんの会社がバックアップしてるアニメ映画だって言ってたから、それでじゃないかな。オーディションか、参加は。もちろんするべきですわ。D4 フェスに参加して思いましたの。DJ の世界はとても広く、そもそも外には私たちの知らないことがまだまだたくさんあります。見識を広げるという意味でも参加すべきだと思いますわ。オーディションに勝ったら、リリリリの音楽が日本中、ううん、世界中に流れることになるんだって。ハピアラもピキピキもみんな呼ばれてるみたいだし、ミーコみんなに会いたいの。私もみんなに会いたいな。満場一致ですわね。頑張りましょう皆さん。うん。ございます。
か道に迷ってしまうなんて。こんなことなら会場まで車で送ってもらうべきだったのでしょうか。でもでも、オーディションを受ける一人前のユニットとして自分たちだけで会場に行こうって決めたもん。他のみんなはそうしてるはずだし、ミーコたちだけ車で送ってもらうのは他のユニットに失礼なの。しかしこのままでは遅刻してしまいます。それこそ失礼では。みんな落ち着いて。とりあえず一旦地図をちゃんと見直してみよう。コンビニがここにあるから、私たちが今いるのはここ。ということは会場はあっちなの。急ぐ、ナナ。おかしいの、会場がどこにもないの。地図だとこの辺りのはずなんだけど。私にも見せて。あれあれ、くるみさんどうしたのですか。さっきみゆちゃんが言ってたコンビニって違う名前のコンビニじゃない。でもしそうなら、さっき私たちがいた場所はここになって。真逆。嘘。みんなごめんなさい。みゆちゃんが謝る必要ないの。みーこも気づけなかったし。とりあえず戻りましょう。皆さん走りますよ。ギリギリじゃないね。遅れちゃった。あ、ハピアラとボタンがいるの。あれ、ピキピキとマーメイドとロンドも来るって聞いてたのにいないね。もしかしてみんなも遅刻？まさか。あ、リリリリだ。こんにちは、ナナ。遅かったじゃない。寝坊でもしたの？そういうわけじゃないんだけど。あの、他のピキピキとマーメイドとロンドの皆さんは今日来ていると聞いたんですけど。それが事態ですか？ロンドは最初から断ってたみたいだけど、ピキピキとマーメイドはさっきね。どうしてそんなことに？マーメイドは遅刻が原因なんだけど、ピキピキは説明の途中に出てっちゃってね。説明の途中で出ていくなんて、一体何が？もしかしてとーっても難しいテストを出されたとか？それは大変なの。さすがにそういう理由じゃないと思うけど。みんな目的や考え方は違うものだし、今回ピキピキのやりたいことと合致しなかったとかかな。やりたいこと？リリリリもこれから説明があるんじゃない？噂をすれば。いってらっしゃい、リリリリのみんな。ファイト。ちょっとリンク、静かにしなさいよ。騒いでて落ちちゃったらどうするの。あ、ごめんごめん。それじゃあ頑張れ。ありがとうございます。応用力。お客さんのニーズ。さっきマホさんはピキピキは自分たちのやりたいことと違うから辞退したかもって言ってたけど、私たちは？私たちのやりたいことって何だろう。
しそうな顔してる。私と同じこと考えてるのかな。私たち何がしたくてここに来たんだったかな。あ、みゆさん、はるなちゃん、私、皆さん、すみません、オーディションに呼んでいただいてとても光栄だったのですが、私たちのやりたかったこととは違っていて申し訳ありません。私たちも辞退させてください。すみません、オーディション断ってしまって。ううん、私も同じ気持ちだったから。世界中にリリリリの音楽を聴いてもらえるかもって思って参加しようってなったけど、みんなに勝ってお仕事をするとか、お客さんのニーズにとか、そういうのは違うかなと思ったの。はい、ですが商業、仕事といえばああなるのは当然で、私たちが世間知らずでしたわ。ピキピキやロンナの皆さんも同じ気持ちでオーディションを辞退したのでしょうか。ですが、みんな目的や考え方は違うものだし、今回ピキピキのやりたいことと合致しなかったとかかな。ピキピキもロンドの皆さんも自分たちのやりたいことが定まっているから、その答えを導き出し、それに向かって動いている。ですが仕事や商業の音楽をしたいわけではない。かといって何か目標があるわけでもない。そんな私たちは何をすればいいのでしょう。はあ、先日のオーディションあれで良かったのですよね。みゆさんたちも納得していましたし、D4 フェスに参加して思いましたの。DJ の世界はとても広く、そもそも外には私たちの知らないことがまだまだたくさんあります。見識を広げるという意味でも参加すべきだと思いますわ。オーディションの話を聞いたとき、ああいった言葉に嘘はありません。では、そのオーディションへの参加をやめた今、私たちリリリリは一体何をすれば。ちゃん、はるなちゃん、え、シスターのお話が終わったから教室に戻らなくちゃ。他のみんなは行っちゃったよ。え、ああ、いつの間に私たちだけになって。あの真面目な委員長が珍しい。シスターが立ってくださいって言った時に立ってなかったの、ミーコ見ちゃったな。二人とも、またはるなちゃんに委員長じゃありませんって怒られちゃうよ。いえ、私がぼーっとしていたのが悪いので。委員長が怒らないの。はるなちゃんもしかしてお風邪ひいて熱があるかもなの。シスター大変なんだよ。はるなちゃん風邪をひいてるかもしれなくて。あ、はい、そうさせていただきます。はるなちゃん大丈夫かな。あのシスター、はるな、春日さんが心配なので私付き添ってきます。はい、わかりました。はるなちゃん大丈夫？お迎えの人に来てもらう？いえ、少し休めば問題ありません。付き添っていただいてありがとうございます。気にしないで。私はいけない子ですわ。
実は風邪なんて引いていないんです。え、でも春菜ちゃんいつもと様子が違うし。それは、あ、見て春菜ちゃん、あそこツバメが飛んでる。中庭にツバメの巣があるの知ってる？そのツバメのお父さんかお母さんかな。どうでしょう、ツバメは珍しくない鳥ですし、確かツバメは渡り鳥でしたよね。うん、他の国にも飛んでいくなんてすごいね。広い空と海を越えて私たちの知らない国に行って大冒険してまた帰ってくるんだよ。まるで私たちみたい。というと？音楽に出会ってリリリリとして活動を始めて、他の学校の子と仲良くなったり、 D4 フェスやオーディションにまで参加して、それってすごく大冒険だったと思わない？そうですね。ではその大冒険を終えた私たちは次に何をするべきなのでしょう？もしかして春菜ちゃん、ずっとそのことを考えていたのかな。それでいつもと様子が違って。この前ね、聖歌隊の子にまるで遠くに行っちゃったみたいって言われたんだ。行っちゃったってことは帰ってきてないってことなんだよね。帰ってきていないですか？リリカルリリーとしての活動は冒険してるみたいっていうか、遠足みたいで世界が広がってすごくワクワクしたけど。小学生の時にも言われたよね、お家に帰るまでが遠足ですって。確かに。それで帰ってきていないですか？そうねえ春菜ちゃん、私たちの帰るところ、やりたかったことってなんだろう。私たちの最初の目的、いえ、原点？一度考えてみてもいいのかもしれないね。じゃあみんなで考えようよ。あ、くるみちゃん、みーこちゃん、いつの間に。びっくりさせようと思って隠れてたの。授業を抜け出して。まさか仮病ですか？違うもん、お腹が。ニコも頭が。それに委員長が心配だったんだもん。くるみさん、ニコもなの。それで保健室に来たら二人がリリリリのお話をしてたから。二人だけでリリリリの話するなんてずるいよ。私とミーコちゃんだって仲間なのに。別に仲間外れにしたわけでは。でもそうだね、4人で考えてみよう。そしたらきっと答えが見つかると思うんだ。それじゃあお話し合いスタート。なのどんどんパフパフ。ミーコさん、くるみさん、真面目なお話なのですよ。そんなふざけた態度では。私たちだって真面目だもん。でも話し合いだって楽しい方がいいと思うな。ね、みゆちゃん。私もくるみちゃんの意見に賛成かな。私たちの始まりも真面目ってわけじゃなかったと思うから、たまたまレコードプレイヤーを見つけて、それがきっかけで。それはそうですね。例えばピキピキやフォトンの皆さんのように DJ としてという気持ちではありませんでした。でもみんなで音楽を聴いて私たちすっごくワクワクしたよね。もっともっとワクワクしたくて、楽しくなりたくて DJ やろうってなって、それでリリリリが生まれたの。 DJ の集いが私たちだけじゃなくて、クラスに学院中に広がっていったよね。シスターに見つかった時はもうダメかもしれないってミーコドキドキだったの。
でもでも、リリリリが認められて秘密じゃなくていいよって、みんなでいっぱい楽しんでいいよって。でもそしたら、逆に物足りなくなっちゃったよね。リリリリの活動を通して、贅沢になってしまったのかもしれません。体が、心が、もっとと求めるようになって。求めるって、何を？それは刺激？笑顔かな。かなじゃなくて、きっとそうだよ。はるなちゃんとくるみちゃんとみーこちゃん、それに私も、最初は4人の笑顔から始まって、それからクラスメイトや他のクラスの子、姉妹校の子たち、シスターや先生、みんなのお父さんやお母さん、姉妹校との交流パーティー、最初はみんなシーンってしてたけど、途中から盛り上がってくれたもんね。嬉しかった。そっか、その嬉しいって気持ちってみんなが笑顔になってくれたからなの。私たちみんなの笑顔が見たくて、だからリリリリをやってるんじゃないかな。ミーコたちはミーコたちのやり方でみんなが笑顔になってくれるのが嬉しいの。みんなの笑顔が私たちの原動力で、もしかして。ミユちゃん、どうしたの？シスターの言ってる他者への思いやり、奉仕の心って、このことなんじゃないかな。あのつまんないシスターのお話？こら、つまんないとは何ですか？アリスガー学院に通う生徒としてとても大事なお話でしょ。だってでも当てはまっちゃうかも。すごいの、いろんなことがつながっていくの。ということは、リリリリはこれからもみんなの笑顔と他者への思いやり、奉仕の心を持って、持って何をすればいいのでしょう。そうなんだよね。みんなの笑顔が見たいって思うし、そのためにリリリリとしてやっていきたいと思うんだけど。みんなが笑顔になる。いたずらをして笑顔なのはくるみさんだけです。みーこもいたずら楽しいの。今はそういう話をしているのではありません。それにいたずらは他者への思いやりでも、奉仕の心でもないでしょ。じゃあ何が他者への思いやりで奉仕の心なので、ですからそれを今から4人で考えて。みーこよくわからないの。それから私たちはこれから何をすればいいのかを話し合ったけれど、その日は結局答えは見つかりませんでした。